長井直沙、長井直沙から1839年6月28日は、美濃加納藩の第四代藩主。直洋系長井屋七代。旗本、大田正樹の次男。性質は、戸田忠弘の娘。子に、長井隆則、牧野院生、長井直美希、娘、娘、娘。官位は、十五位下、山城守、出羽守、悲然神。 陽名は友義、署名は直助。完成2年10月29日、仙台、長井ただが死しなくして死去したため、重廷に当たるなお、助が末期養子となって家督を継いだ。完成10年12月16日、十五位下残場を守るに除任する。後に、では守る、非前神に改める。幕府から大阪カバンを命じられる。 完成10年から翌年にかけて、洪水を契機として、百姓一揆が起こり、反省では多難を極めた。文化5年、意味名を直助から直助と改める。文政2年7月8日、総社番に就任する。文政10年12月20日、若年寄りに就任する。天保10年5月18日、57歳で死去した。法号は、ひ山義憲章を改め院。 あと、次男の高則が継いだ。ありがとうございます。